速稼塾部でございます。国民一律の定額給付金、まあ、いわゆる10万円給付なんですけども、こちらの方ね、自民党の山本幸三金融調査会会長の提言もございまして、まあ実現に向かうんじゃないかなって気はするんですけどもね。ただその時期に関しましては、今回の新年度予算では盛り込まれておらず、第1次補正予算の噂も今のところちょっとね出てないんですよ。ただ1、2、3月期の、まあ、まとめでですね、かなりのダメージが予想されるのと、あとね、一時支援金という個人に30万、法人に60万というあの制度ですけども、98% ぐらいの予算未消化が起きそうなんですよね。こういうことを考えていくと、事業者に対する給付から国民に対する給付にシフトしていく、流用されるってことも考えられなくもないのかなと思っております。まあ、もちろんね、私の好意的な解釈でどうやったら出るだろうかみたいなことばっかり考えてるんでね、結果出すように流れを作ろうとしてるんで、こういうふうな話し方になるんですけども、まあ片っぽではね、他の人に言わせれば、いや出ないっていうのか出ないよ終わりみたいな感じもあるんですけども、私も前提としてはね、10万円の給付は基本的にないんじゃないかなと思うんですよ。だからこそないよある流れに変えようともがいておりますんで、皆さんもね、10万円給付して迷惑な方っていないでしょ。麻生財務大臣くらいですよね、10万円払ったら迷惑だって思ってるの。だから日本国民1億2000万人のうち、多分ね、麻生財務大臣とその取り巻きの数十人だけが頑張って抵抗してるんですよね。まあですけども、絶大な権力を、ね、財政に関して絶大な権力を持ってる方が出さないって言ってるんで、1億人が束になってもね、叶わないようなバランスになってます。ただね、そうは言っても今年は自民党、こちらの方のね、解散総選挙あると思いますんで、その時期に関しては一つのね、インパクトとして待ちに待った一律給付をちらつかせる場面もあるかなと思うんですよね。といったことでね、ちょっと記事の方を見てみます。その後で私の感想を申し上げたいと思いますけども、こちらの記事になります。どうぞ。はい、3月15日の記事を再度取り上げますけども、10万円給付、ついに自民党の山本幸三金融調査会長も提言へということで、結構ね、力のある方が YouTube を使ってもなんかお話してくださってたみたいですね。ただ残念ながら自民党の方の YouTube チャンネルってあんまり人気がないんですよね。チャンネル登録1万とか2万とか、西田昌司さんでも5万いってないぐらいなんですよ。西田昌司さんはね、どんどん財政出動して国民にお金を渡せと、麻生財務大臣を今切り崩してくれてますけども、なかなかね、麻生財務大臣もしどろもどろの答弁でなんかね、わけのわかんないこと言ってるんですよね。半分ちょっとこう物忘れが激しくなったのかなって気もする麻生財務大臣なんですけども、まあまあ今回は山本幸三さんとね、いうことで、こういう方が国民の財政を扱っていただければ、もっともっといい世の中になるんじゃないかなと思いますし、自民党も今揺らいだ屋台漏れがね、まあ、回復するんではないかなと思います。まあ、こういうふうに下の方にね、ブルームバーグ社のインタビューを受けましたとも書いてますけども、やっぱね、日銀はもっと国債改良をしろというふうに出てますよね。これ世界的に見ても、日本が消費税をね、不況なのに取り入れたりとか、財政縮小したりとかね、もうやっぱりいろいろと非難を浴びてるわけなんですよ。で、国際的な非難を浴びてるのに、なぜか麻生財務大臣だけがね、金を出さないって言ってるんですよ。で、これね、日銀の方もゼロ金利政策やってるんですよね。要するに日銀がゼロ金利をやるってことは、銀行というところの利益がなくなるわけですよ。だって金利ないわけですから、どこでも儲けるんやって話になるじゃないですか。そんな苦しい思いをしている日銀があるわけなんですよ。で、日銀総裁も2年間の本当にね、期限的なものだって言ってたんですけども、もうすでにね、もう何年もやってるわけなんですよ。で、このまま日銀総裁の任期が切れるまでもうやらざるを得ない状況になって、それこそね、日銀総裁としての総裁生命をかけてやってるこのアベノミクスにつながるね、財政出動論に麻生財務大臣が抵抗して台無しにしてしまってるんですよ。まあ、こういうふうなことを言うだけでもね、麻生財務大臣の、まあ、罪は万死に値するってことがお分かりいただけると思うんですよ。まあ、ですんでね、福岡ハックでしたっけ、絶対再選してはいけませんよ。こういう方はもう政治生命を絶ってもらわないといけないんですよ。もう今はね、平和の世の中なんで、なんかそのクーデターが起きてね、暗殺なんてことはないですけども、でも麻生財務大臣があの職にいる限り、そして今の形の財務省がある限りね、私たちの未来はありません。本当にね、日本は弱体化して、みんなで仲良く貧乏になるだけでございます。
お金持ちも貧乏になります。全員終わります。そして一部の富裕層権力者はどっか外国勢力にそのまま、まあ、糾合してですね、まあ、元日本人になるような気もします。この辺は、日本第一党の桜井誠さんとお話ししてください。私も日本第一党ね、最近ね見るようになったんですけども、過激ですけどもいいことも言ってるんですよね、うん、まあ極端ですけどもね、極端ぐらいじゃないと政治は動かないのかなと思います。ちなみに東京都知事選に出た時が10万票ぐらい取ったのを、前回16万票が17万票でしたよね。だからわずか数年で普通の人がね6、7万人の支持を受けてる。今17万人ぐらいの支持を受けてるんじゃないですかね。まあもちろん、まあ小池都知事現役に比べるとちょっとね、勢いがないとは言えますけども、小池さんはね、あらゆるところで露出してますからね。今都民の税金を使って露出したりとかね、ひどいですねとにかく。で、東京で報道されてるもんが全国に取り上げられちゃうんで、まあ東京ローカルじゃなくてね、東京イコール全国発信になっちゃって、もう地方の人までね東京の方針に従わなくてはならないんじゃないかなっていう風な先入観を得たりとかね、小池百合子さんの顔を見ちゃってますんでね。今回ご紹介するあの山本幸三さんに比べて全然知名度違うでしょ。でもやっぱりね、きちんとやってる人はテレビに出てる暇ないですよ。で、暇な人がね事務作業を人に押し付けて自分だけタレント給料でテレビの前に出てるわけなんですよね。まあでもやっぱり国民としてはテレビに出てる人をやっぱり信用しちゃうんですかね。まあちょっと話だいぶずれましたけども、まとめてお話しますね。この10万円給付ね、まあ4月5月あたりちょっとないでしょうね、きっと。第一次補正予算ももしかしたらオリンピックの前後に、7月の前後に組まれるのがやっとじゃないですかね。で、第一次補正予算で基本的には本年度の補正予算は終わりで、よくてもあと1回ね第二次補正予算が出るぐらいで、なんですか、大体マンボウとか言って、マンボウとそのねまん延防止なんとかと緊急事態宣言ってほとんど一緒になっちゃいました。緊急事態宣言って本当に最終手段、最終奥義だったはずなのに、もう陳腐化しちゃってね、もう菅さんが台無しにしちゃったという形でございます。緊急事態でも何でもなくなっちゃったんです。緊急事態宣言ね、去年の今頃発動される時は何が起きるんだろうと思った緊張感を持って迎えたもんですけども、結局は適当なものになっちゃったということでガラクタになりました、うん、最も国民に主権制限を要求するべき緊急事態宣言はガラクタになりました、うん、ということで私たちは一体どうすればいいでしょうか。10万円給付ですけども、麻生財務大臣がその座に解散総選挙も居座り続ける限り、麻生財務大臣が国会議員でいる限り10万円どころか1万円も出ないんじゃないですかね。だから10万円をよこせっていうのと同じぐらい、麻生財務大臣やめろって言わないといけないですよね。財務省買いたいぐらいのことを言わないといけないかもしれないですね。ということで、財政法、昭和22年に決まったあの古めかしいものがね、今の時代に即しているかどうかというと全く即してないです、うん、まあ、そもそも財政法っていうのは日本を弱体化させるための法律ですからね、憲法ですからね、法律ですからね。その法律に従えば日本は弱体化する一途をたどるんですよ。そして本当にそうなっております。あなたの暮らしも弱体化してるんじゃないですか。将来に不安ありますよね。これは全て麻生財務大臣が財政法をやってるおかげ、やってるせいなんですよね。私はそういうふうに思いますけども、皆さんどうお感じになるでしょうか。またコメント欄でいろいろ教えてください。いってらっしゃい。